はい、今回はですね、飯島直子さんが、インスタグラムを更新して、去年1年間で3キロ太っていたと、報告したということなんですが、確かにこのインスタグラムの写真を見てると、その料理の、ね、写真とかスイーツなんかが多くて、食べるのが好きなんだなっていう感じはしますが、54歳でね、まだ美しいままっていう感じもしますし、ただくびれはもう諦めました、さようならとかね、焼肉は牛角ですみたいなコメントもあったので、今食べるのにすごいハマってるのかなっていうふうに、感じます。